You're listening to Shibuya Cross FM. さあ始まりました。キャッチザドリーム。あったね。はい。はい。by Human Voice。夢を追いかけ続ける人たちへ、この番組はヒューマンボイスという創立32年目の老舗人材紹介会社によるラジオ番組です。最近俳優さんとかモデルさんとかコロナの影響で舞台が中止になったりして、生活が難しく夢を諦めてしまう方が多い、まあ、世の中だったっていう感じですかね。はい、まあでも最近はね、まあコロナの影響もあるはあるんですけど、まあ、舞台が復活したりしてとかっていうこともありますが、まあこのヒューマンボイスという会社はそういった夢を追いかける人たちを応援したいと思いからサービスを提供を行っております。はい、はい。コロナ禍でいろいろな職種が生まれました。例えばライバーとかあと YouTuber とか、その中でも人材サービスを行っているヒューマンボイスはオフラインのイベントや独自のフランチャイズ制度も行っているんだと。はい。で、温かみのあるサービスを提供していますよと、ね、いう状況になっています。そのサービスの一環としてラジオ番組をこのように運営しており、夢を追いかける人たちを応援したり企業の PR なども手掛けているということで、はい。まあ、その名で、ヒューマンボイスの、ね、会社ヒューマン株式会社ヒューマンボイスの番組ということで、ね、キャッチザドリームと直訳すると夢をつかみなさい、はい、一応中高レベルぐらいの英語は僕できるので、はいはい、直訳するとそうなんですけど、はいはい。まあ、それではね、ちょっと、まあ、こう今紹介を移ろうかなと思っています。はいはい。まずですね、今日ちょっと MC を務めますケピオと申します。後で改めてちょっと重ねて紹介したいと思います。さあ、はい。今日ですね、もう一方この方呼んでおります。はい。東京アナウンス学院という専門学校に通っています箱崎栗葉です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ね、今日はですね、僕らが、ヒューマンボイスの広報エンタメ担当というような、代打といったらですけど、代わりにですね、はい、ちょっとですね、まあ、リスナーの方とかYouTube アーカイブを知ってる方は、まあ、ご覧になっていただけると全然いつもとメンバー違うじゃないかと。そうですね。まあ、いつもとメンバー違うっていうよりはむしろこの僕の方ケピオこいつに関してはといったらですけど、この緑スーツのやつに関してはゲストでも来やがって、なんだったら MC も2回やりやがってっていうような、はい、勢いなんですけど、はい。はい。で勤めていきますよということで、はい、よろしくお願いします。ちょっとお邪魔させていただきます。はい、全然全然、はい、ということで、はい、ね、改めてですけど、はい、はい。ちょっと僕も自己紹介ちょっと改めて MC でケピオって言ったんですけどね、やらせていただくと、はい、PKO じゃなくて KPO 教育エンターテイナー目指す男ケピオです。お願いします。はい、ちょっと重ねになりましたけどね。はい、はい、よろしくお願いします。はい。で、まあ、今日はね、ちょっと、うん、相方というか、MC のパートナーで、東京アナウンス学院の今現在学生で、はい、エンターテインメント芸能の世界を、うん、これから目指して羽ばたこうとしている、クレハさんを呼んで、はい。まあ、楽しくいろいろお話できればなと、思っています。はい、はい。まあ、じゃあね、このキャッチザドリームで、ヒューマンボイスのお話ももちろん途中ハサミハサミというかいろいろ伝えていきたいことも多々あるんですけど、うん、まあ、夢をつかみなさいということで、はい。うん、じゃあね、夢をつかむ番組なのに、はい、僕らが夢なかったら、はい、ちょっと番組として夢ないよねそう、そうですねということで、じゃあ、まあ、クレハさんの、ね、夢はまず、ね、はい、ありますかというかあると思うんですけど、はいはい、どんな夢ですか？あ、私将来的にはアナウンサーにはなりたいんですね。はい。ただもともと芸能高校に通っていたっていうのもあり、はい、俳優業も目指しているっていう感じですね。はい、なるほど。今、はい、俳優業やアナウンサーっていう、はい、
中でですね、あの、はい、芸能高校って言ってくれたんですけど、はい、今日ですね、あの、言い損ねたんですけど、そうですよね、僕がですね、あの、もともと中高受験とか芸能スクールの講師やってるんですね、うん、で、その芸能スクールの講師の実は教え子なんです、ね、いや、そうなんですお世話になりました今日ね、今日ね、あの、いろいろびっくりなんですけど、僕もね、はい、昨日の今日でみたいな感じで、はい、はい、なんと依頼してオファーして呼んだのが昨日なんと夜っていう昨日の夜、ね、呼んで、でもうどうしようかってなった時、そうですよね、あの、散々電話をして、そう話して、そう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 、本当にもう、はい、ね、まあポッとでも、そうね、誰いろいろ考えたのね、はい、誰呼ぼうかってなった時に、はい、でもなんかこうクレハ、まあ、あの、僕もクレハって呼んでるんですけど、うん、ね、あの、クレハが、あの、いろいろアナウンス学院の話とか、まあ、僕にその夢の話とか、あとラジオの相談とかもね、実はあの、はい、彼女から相談を受けたこと以前あったんですね、はい、で、なんかこう学校のラジオの授業あるんだよね、あ、そうです、そうですね、で、そのラジオの授業でフリートークとかいろいろ課題で、まあ、当時、ね、1年前ぐらい、あれって、あ、1年前ぐらいですね、うんうんうん、夏でしたよね、そのぐらいだったね、もう気がつくとそのぐらい経ったけど、そうですよね、で、まあ、ちょっと、まあ、悩んでるんですとか、どうしたらいいですかみたいな感じで、うん、なんかなんとなくふわっとした答えしか返せなくて、僕もいやいやいや、もう全然ありがたかったんですけどあんまりためになったかどうかあれだけど、で、それで、まあ、返して、はい、っていうことで、で、その中で、うん、なんか僕がラジオやってるんだとかっていう話で相談を受けたわけだけど、なんかもういつの日かなんか一緒にラジオできるといいねみたいな話を、いや、そうですね、はい、たまたま1年前ぐらいに、ね、クレハが言ってくれたんだよね、はい、そうですね、一応ね、はいはい、俺からね、なんかこうやろうぜ、はい、やろうぜっていうよりも、はい、そうそうそう、なんかこうやれ、高橋さんと、あ、僕の名字が高橋っていうんだよねケピオの芸名でやってるけど、高橋さんと、うん、ラジオできると、ラジオしたいですみたいな、ちょっとそれ小さな夢ですってなって、うん、まさか1年前に話してたことが、いや、今日叶うなんてなんかね、たまたまなんだけどね、ちょっといろいろあって、はい、本当にいろいろあって、話せばなんかこう長くなりそうだしみたいな、話すことでもないからあれだけど、はい、で、叶ったわけだけど、はい、うん、こういう形で叶って、まあ、まずは、はい、不思議な縁というか、不思議だよね、はい、いや、ね、そうですよね、うん、まず LINE をまず交換するのに高校の先生をたどってみたいな、そうだよね一応ね、規則や規定的に俺も気にするから、うん、俺は OK なんだけどね、はい、先方とか学校側とか、ね、うん、スタッフ側が OK 出すかの問題 で、はい、でそこは OK っていうことだったから、はい、その縁でやってみたいな、はい、だからまあね、夢っていうのもね、大小ね、うん、大きさあるけど、まあ、いろんな夢の種類があって、まあ、こういう夢って結構ね、うん、やっぱり行動してるうちに叶っていくんだねっていうのが、ね、いや、そうですね、まずキャッチ・ザ・ドリームのもね、冒頭としてはふさわしい、本当ですね、滑り出しになってるっていうようなね、ところだよね、はい、はい、で、まあ、じゃあね、クレハがそのまあアナウンサーとか俳優業とかっていう風にやる上で、はい、夢があると、で、なんかまあ最近感じていることとか、はい、具体的に、まあ、もっとこういうことをやっていきたいとか、うん、まあ、悩みでもいいし、はい、うん、そういう夢の話とか、はい、なんかこうしていけるといいかなって、うん、私的には、うん、まあ、一応1年生から2年生に上がって、うん、で、今通っている専門学校が2年生なんですね、うん、なので今年卒業なんですよ、1年から2年に上がって、あ、そうか、2年生だから専門学校だ、はい、2年生でもう、はい、あ、そうだよね、来年の3月で卒業なので、うわ、もう早いっていう焦りも感じながら、うん、プラス就活を始めなきゃいけないじゃないですか、うん、そうだね、はい、現実的だね、そうなんですよもう現実的で、ずいぶん現実的な話になってるね、で、プラス来月に、うん、オーディションを受けることにしたんですよ、はい、はい、あ、オーディションね、はい、来月だから今ね、5月、はい、中旬過ぎって言ったらいいけど、はい、だから6月か、そうです、オーディション受けるってなった、来月の18日に面接とオーディションとみたいな感じで、うん、一社、てんやわんやだ、もう今から焦ってて、うん、原稿読みなんですよね、原稿読み、アナウンス事務所なんで、なるほど、はい、それ俺にもできるのかな、いや、もうカメラテストもありでカメラテストありです、いやーって感じで、いやイケメンに生まれたかったな、いやいやでね、はい、まあ、カメラテストもあって、はい、はい、で、プラス
なんか音声何でしたっけ、音声の自分の、うん、あ、ボイスサンプルボイスサンプルね、ボイスサンプルね、ボイスサンプルと、うんうんうん、あと映像資料があればっていう映像資料、はい、はい、感じなので、はい、ボイスサンプルならまだしも学校で撮ってくれるんですね、うん、はい、ただ映像資料がないんですよ。あー、そっか、はい、映像資料撮ったとしても、うん、あの期限付きで消えちゃうので。そうか、はい、これ映像資料になるかな、これ映像資料になりますかねもうクロス FM のスタッフさんにもうバッチリやっといてくださいっていう風にいいですかみたいな、ね、もうお願いするしかないよね、もう映像資料、ね、いやもう本当にもうこれでよければもう見せて、そう、もうこんな感じですね2週間後ぐらい YouTube のアーカイブに上がるわけだけど、はい、ね、そういうところだよね、感じですかね。もう、うん、本当にオーディション自体はもう本当に全然勝ち気なんですよ、うん、ただあの準備と、うん、あと対応力が求められるのも多いので。そうだよね、なんかさ、そこがその対応力って聞くと、はい、いや僕もね今この番組で、はい、あのなんていう肩書き的にだけでも MC っていう形でやってるけど、はい、なんか喋ることが僕は今生きてて人生のライフスタイルで仕事柄多いから、はい、まあ、MC とか司会者とか、あとまあ講師とか、はい、まあ、いろいろやってるわけで幅広くってなった時に、特に最近 MC 司会のことをいろいろ勉強する機会が多くて、はい、ね、例えばブライダルとか結婚式の部分含めて、あ、いいですね。そうなのよ。ってなった時に今ね、クレハがこう対応力って言ったけど、はい、なんていうか思ったより、はい、やっぱその臨機応変とか対応力とか、 あとはあのいろんな知識や増資が必要だなっていう、だからとっさの時にトラブルというか間があった時に、はい、あの、まあ、間でもいい部分があると思うんだけど、そのつなぎでちょっとワンエピソードというか、あ、うん、あのそのイベントに関わること、式典に関わることとか、間接的に関わるなんか美味しい話みたいなのを、なんていうかな、盛り込む力っていう意味では、いや難しそうですね。恥ずかしいんだけど、今ちょっと MC やってて恥ずかしいんだけど、はい、もう全国の司会者さんとか MC さんに本当にね、はい、大変失礼というか本当に怒られると謝罪したいんだけど司会とか MC って基本台本があって、はい、ちゃんといい声で滑舌とか発声練習って、はい、まあ、それなりもちろんするけど、はい、まあ、なんだろう、規定通りにある程度こう安全にやっていけばいいみたいな、はいはい、まあ、それはありますよね、感じに思ってたんですよ、はい、思ってた、思ってた、思ってたんですね最近までは、はい、最近までは思ってたんだけど、いや違うと、これはもう例えば呼吸とか発声とか滑舌は当たり前だけど、はい、あんま滑舌良くないんだけどね俺はね当たり前なんだけど、はい、その臨機応変柔軟に対応できるとか、うん、周りとか自分も見れることであるとか、ね、あとはそのいろんなことを物事知っているとか、大事です、ね、情報とか知識も含めてだけど、世の中のこともそうだけど、はい、だから総合的なそういうなんだろう、頭の良さっていうか、それ学力以外も含めてだけど、はい、それが結構試されるというか、あ、うん、怖いな。みんながみんなね、もちろんそれが完璧にあるわけではないと思うけど、はい、やっぱりそういうことを積み続けていかないといけないなりわいというか職業だなって感じたっていうことと、はい、あとはやっぱりそういうことがやっぱりできてる人、ある人、またはやり続けてる人がやっぱりこう一線でね残って活躍されてるんだなっていうふうに、なんかね今こういう話しててちょっと感じましたね、はいはい、そうですね、はい、まあ、対応力もね、ちょっとオーディションとかもあってつけていかないと、いや、そうですよね、ね、行きたい、はい、行かないと。あと、うん、もう一つが、うん、本当にオーディションについて今日、うん、とにかく話したくて、うん、相談をしたくて、うん、必ず何か質問はありますかはまだいいんですよ、うんうん、ただ、うん、最後に言い残すことはありますかが一番困ってます、うん、最後に言い残すこともなんかもう遺言みたいになってるそれを言われた瞬間にお前に最後に言い残すことはあるかねみたいなあれ何を言うのが正解なんですかね。最後に言い残すことは、はい、あ、まあ、言っておきたいことはありませんか、はい、いやあんま、いや、ダメな回答だと思うけど、はい、まず俺困ったら一旦調べるかな。あその分かんないヤフーとかそういうところで、はい、一旦情報として蓄えて、はい、あオーディションでオーディション対策、はい、最後に言っておくべきことみたいな感じで調べて、はい、パーッと一面見て、はい、どういうことが、はい、主なのかとか無難なのかチョイスされてるのかっていうところで、別にそれをパクる
わけではないんだけど、はいはい、あなるほど血が通って自分が言えるなっていうことであるとか、はいはい、まあ、あとはもう自分のもう本音なのかな、まあ、本音は言っちゃいけないとしたら、あ言っちゃいけないっていう、もし、はい、ちょっと暗黙の了解があるんだとしたら、はい、なんだろうね、伏せた方がいいかもしれないけど、いやもうね、例えば分かんないオーディションだったら、まずもう喉から手が出るほど事務所にまず入りたいですと、はい、で情熱は もちろんやる気もあるんで、はい、ちょっと根性論というか精神論みたいになっちゃってるけど、もうゼガヒデも入れてくださいみたいな、で私も死ぬほど働きますんじゃないけど、もう活躍するんでみたいな感じで、わかんない、もう最後はもう出なくなったら魂の声でみたいな、はい、あそれもありですね、言っちゃうとなんか一説正しいかどうか別に、吉岡里帆さんって女優、はい、大女優さんいるじゃん、はい、いらっしゃるじゃないですか、はそのなんか、まあ、以前の事務所の、うん、社長との対談でオーディションとかで、はい、なんかそういう風に、はい、もう頑張りますみたいな感じで、はい、オーディションではなかったかもしれないけど、はい、お話でそういう風に社長に話したエピソードがあったから、うん、でもやっぱり最後はみんながみんなそうとは限らないけど、はい、そういう魂こもってるか熱量があるかっていうのはやっぱりこう人の心に届くものじゃないかなっていう風に、はい、ね、うん、結局ねクレハも分かってる通り、うん、ね、なんか俺たちがちょっと芸能ちょっとなんだろう、はい、空気吸ってるというかかじってると、うん、人間力っていう言葉が出てくるじゃん、はい、ね、いろんな事務所で、はい、そうっていうのがやっぱりね、はい、繋がってくんじゃないかな、あなるほど、うん、じゃあ変になんか今まで、うん、特技のダンスを披露してたりをしてたので、うんうん、なんかもうガッツでいくのありなんかな、まあ、だから例えば自己 PR とかで、はい、私踊ることもできるんですみたいな感じは、はい、それはいいんじゃないかなって思うよね、あ、まあ、ね、正直ね、そういうオーディション対策のプロではないから、はい、自信はないんだけど正直なんだけど、ただその芸能三種じゃないけどね、アクションというか芝居、はい、歌、ダンスっていうのはあると思うから、うん、うん、でそれで踊りができるって俺でかいと思うけどね、はい、だって正直俺だって、はい、その今34歳で、はい、で来年の1月で35になるんだけど、はい、なんかこう別プロになるわけじゃないけど、うん、その趣味とかでダンスとかやりたいなっていう風に感じる時あるもん、はい、やっぱ踊れると、はい、一つ箔が少しつくから、はい、正直、はい、で SNS とかの時代っていうか結構流れてるから、はい、それでねちょっとアクセントつけて踊れる人っていうことであっても、ちょっと乗るよねそれでね、はい、うん、なるほど、なんか一応俳優の人でダンス踊れる人って結構うん、いるっていうのはそうだよ、ね、すごい感じたんですけど、レッスンでさありますね、だって全体的にあるじゃん、はい、うん、ヒップホップとジャズダンスが、皆さん知ってると思うんですけどね、芸能関係のね、なんか養成所でも、はい、なんかそういう育成の段階でまんべんなくいろいろやらされるっていうか、やりますよね、はい、やりますね、うん、全体的に、はいね、特に僕とかも実は全然才能とかはないんですが、お笑いとかコメディはちょっとかじってたので、はい、でお笑いとかコメディって本当にネタだけじゃなくて総合的な力がやっぱり問われるから、はい、ということはつまりダンスも、うん、他例えば歌とかもやってたみたいな感じですか？そう、まあ、レッスンで歌はなかったけど、はい、ダンスはあった。ダンスはあったんです。クレハも知らない、例えばいろんなネタの芸人さんいるけど、はい、ね、ネタ中に激しくなくても踊ってる人っているじゃん、はい、そうですね、リズムネタとかさ、はい、まあ、それこそ歌だって歌う人いるし、あ、まあ、めっちゃ好きです。そう、リズムネタ、歌ネタとかダンスでちょっとブリッジ入れるっていうか、まあ、間をつなぐとか、はい、っていうこともあるから、うん、うん、で、あとやっぱり芸人さんって本当器用だなって思うのが、はい、芝居というか演技もうまいよね。確かに、うん、コントとか漫才とかも含めて、コントなんて演じることだしね、あれはだし、総合的にやるっていう機会多いから、それは多分俳優さんでも歌手でもモデルでも、ね、ダンサーとてと言ったらですけど、っていうのでも全体的にまんべんなくエンターテインメントのことはやるっていう、あ、うん、ことになるから、踊り踊れるとか、皆さん芸能もしね、はい、ちょっと気になってるのであれば、踊れるとか、はい、ちょっと演技経験あるとか、うん、歌 したことあります、歌唱トレーニングできますとか、うん、うん、っていうのはやっぱりエンターテインメントに関わることが武器になるっていうのは、はい、確実にその人の個性になり、武器になるっていうのは間違いない。だからこれは普遍的に言えること、うん、うん、だと思うんで、うん、それはいいんじゃないですか。
まあ、そうですよね、うん、ただ他なんかもう特技、うん、今から作るってなると、うん、なんか難しいなと思ってて何から作ればいいかを悩んでたり、うん、悩んでたり悔んでたり、うん、なるほど笑っちゃうようだけど俺トランポリンの上でのバク転が特技だった。バク転トランポリンの上だったら、はい、まあできる一人で。床だと補助ありでこの間やった、はい、ずっと、うん、私バク転できないんですけど、うん、そのバク転の感覚ってどんな感じですか。ね本当に指導者によると思うんだけど、はい、感覚は本当ごめん一瞬なんだよ。あ一瞬で大事なのは素直に指導を受けること、はい、正しい指導で、あとは、はい、できると自分でマインドをかける。あ自分はできるんだ、はい、っていうことで最後は、うん思いっきりやること。なるほど。だから逆にビビって、はい、まあ、ビビっちゃうよね。ビビりますね、うん、怖いよね。後ろに飛ぶとかこうなるから首の骨とか考えちゃうと、はい、あれなんだけどその3点であと正しい指導のもとやるとまずトランポリンでは、まあ、普通の能力であればって言ったらだけど、うん、すぐできる。ああ、うん、あれって、うん、側転ができなくたとしてもできます、うん、もう関係ないんだよ。体の柔らかさとか柔軟さとか柔軟さとか、はい、あとは側転できる倒立ができるとか全く関係なくて、はい、全く、まあ、少なくともそこで指導を受けたのでは関係なかった、はい、あ全く、うん、全く関係なくてできたっていう感じだったね、うん、じゃあ私でもなんか可能性が見えてくる。そう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 。だからそこの教室、はい、もう正直日本でもテレビでも結構出てるしいろんな人、はい、芸能人の方も番組で行ったようなことがある、はい、まあ体操教室というか、まあ、どこら辺ですか。板橋の方なんです。板橋ちょっと遠いんだよね、はい、ちょっと正直遠いんだけど、はい、の方にあってでそこでやっていくと、はい、多分、うん、あそうだと思う。あそう、そのいい指導者さんがいて。なるほど。最短、最短だった。最短で。そうそう、くだらないけど特技の話になるけどなんか、はい、ジャニーズって言ったら、はい、今あれかスマイルアップか。はい、スマイルアップですね。スタートとかスマイルアップってありますけど、はい、ね、ありがとうございます、ね、ありますけど、に憧れて、はい、昔も今も若干憧れて、はい、でももう34、5でさ、はい、このなりでさ、ね、無理だから。いや慣れるわけで、もしね、間口があったら言ってください。本当にね、慣れたらいいんですけど、うん、慣れないから、じゃあせめてそれに近づくためには俺はもう単純でバカだからバク転だと思う。あでもスノーマンさんとかはもうすごいですもんね、アクロバティックで。そうなんだね、まあ、基本的になんかこう訓練積んでできる人が多いから、はい、でバク転だと思ってバク転できるようになりたいって思ってそのさっき言った通りテレビでもよくやってたから、うん、老若男女問わずそこは。あでやれるっていうところでそれでチャレンジしてみて、はい、一年発起してというかもうやるしかないと思ってもうすぐ行動を移してやって、はい、去年か一昨年ぐらいかなからおゆるく長く1年間、はい、でもまあもう最近は継続できてないんだけど、はい、っていう感じでやったよ。ちょっとごめんなんかバク転の話でのがなんか花咲いちゃったんだけど。本当ですね。そう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 。びっくりびっくり。そうだからなんかいや本当に俺からするともうクレハはまあ正直もうちょっとクレハの話にねフォーカスするけどもう全然若いしもうこれからも何とでもなるよ。全然もう時間も作ろうと思えば作れるだろうし、はい、特技も増やせるし、はい、うん。と思うからですね。そうそうそう。しかも踊りも以外にもいろいろやってきたわけじゃん、うんはい、今までね、すでにもうその経験が、はい、なんだろう通常の人よりもあるわけだから、はい、もうそれは十分特技。そうですね、ちょっともともとアイドル活動はやってたんで5年間そう歌もやってたし、はいね、踊りもやってたし、はいね、演技もやってたし、はいうん、っていうことだから、まあ、そうですよね。それで言ったらアイドルをうまく活かせれば、うんそう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 、はい、であとはね、これから進む道でそのセルフプロデュースじゃないけどセルフプロデュースとセルフブランディングみたいなのが無理ない程度にうんであんまりね作りすぎても多分さやっぱ人間だからさ、はい、みんなうんなんかどっかで分かんないけど限界来る気がするんだよね。限界来るっていうのはその人自身に限界が来ちゃうんじゃないかっていう、はい、無理を生じてるわけじゃん。いや、うん、そうですね。だから難しい話なのかもしれないけど、はい、本来の素の自分というか、はいうん、素性の自分で、はい、なんか勝負し続けられる何かがあるんだったらそれに越したことはないよね、はい、そうですね、うん、要はそっちの部分でのストレスがかからないから、はい、
まあ、それで言ったらもうあとはもう基礎固めぐらいで、うん、そうだから今できることだから俺もなんだろうついでになっちゃうけど、はい、この3月から5月は特にこの春はね、はい、まあ、なんかこうクレハにも行ったかもしれないけど、はい、ちょっと鬱屈した日々というか、あ、うん、なんかこうなんだろうねぼんやりしてるっていうか、はい、うーんっていうのがあって、でそのまあ多分端的に言うとなんだろうか考える時間があっちゃうからなんだよね。あ、うん、まあかっこ悪い表現で言うと暇だったからなんだ。あ、まあ、あの GW もありましたもんね。まあまあそう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 。でやっぱり暇だったりこう時間があったりするね、精進環境して不全をなすという言葉ありますけど、うん、ね、なんかこうやっぱり暇あると、うん、なんか良くないことをしちゃったり考えちゃったりするん。いやでもそれはすごくわかります。するん。わかります。だよ。で、はい、俺暇好きなんだけど正直言うと。めちゃめちゃわかります。うん、でも最近適度にやっぱり多分俺市場で一番働いてないぐらいかなって思ってて、で適度にやっぱりそういう仕事とかあって働いてるとやっぱ刺激あって時間が、はい、ある程度拘束されるというか、うん、拘束されるというかこの時間にこれがあるって決まってる方が、はい、ダラダラしないなとか、あ、うん、そういうのがあって、はい、うん、っていうのは感じたよね。で、やっぱりそういう時間があって悶々としてたのはあるんだけど、はい、でいろいろやっぱりね見えちゃうから情報とかほら今 SNS もそうだしですよね。で街行っても携帯見てもパソコン開いてもどこを見ても生きてる限り本当によっぽど塞いでなければね、いい情報も含めてだけどいろいろ入ってくるじゃん、はい、目にも耳にも、はい、ってなると比較しちゃうよねやっぱりちょっとね、まあ、そうですよね、正直ちょっと比べちゃって、うん、でなんかこう無駄になんか落ち込んじゃったりみたいなのあったけど、はい、で最近ちょっと雲が晴れてきて、はい、でまあまあね自分なりにこうあがいて行動してみた結果、はい、やっぱりこうそういうこと考えててももう当たり前だけどしょうがないし、うん、で一日一日も全力投球でなるべく自分ができる努力とか、うん、その目標や夢があるんだったらそれに向かってやっぱりもう積んでいくしか成長する方法ってないし、はい、打開できる方法もないんだよねやっぱりね、はい、よっぽど何かに恵まれてて、うん、いろんな面で何かに恵まれてて、はい、かつ強運で、うん、神がかかってるんじゃないかみたいなぐらいだったら、はい、劇的に人生変わりましたみたいな、はい、そういうサクセスシンデレラストーリーってあるかもしれないけど、通常ほとんどの人はそれって難しいしないと思うから、はい、やっぱり皆さんそういう苦しい思いとか、なんかこう切ない思い辛い思い下積みの時代みたいなの冬の時代みたいなの経てやっぱ花開いてる人っていうのがなんかねいるんだなって改めて、うん、最近の学びとしては感じたかなって思うので、はいはい、まだまだちょっと僕も、うん、強くないというか弱い部分あって、で未熟な部分も正直情けないながらたくさんあるんだけど、いやいやいやでも悩むことも大事っちゃ大事なんで、ね、あるんだけど、はい、うん、まあなんだ一日一日全力投球で精進して、はい、やれる努力というか、はい、やれることをもうそこに集中する、その物事にたくさんあったとしたらまず一個のことに集中してやっていくっていうことが、はい、自分の多分精神衛生もクリーンにできるし、うんうん、で多分明るい未来も見えてくるしっていうことで、はい、うん、ね、もしねちょっとね時代や状況的に、うん、差が尻すぼみというかね、はい、もし下がってる状況の人がいたら、うん、そういうふうに考えてもいいのかなっていうふうに思いましたね。はい、はい、ですね、確かにそうですね、うん、あ難しい、もうもう頭抱えてばっかですもん本当に、ね、ですよね、まあ、この時期体調も崩しやすいんで余計にネガティブになりやすいのも、うんね、やっぱあるじゃないですか、ね、裏に先輩もいるから後でまた相談したい、はい、そうですよね、私の 今この俺たちしか見えてないけど、まあ、僕の真正面上にね彼女の実は驚く子に先輩いるんですよ、はい、でいて今裏に先輩いるって言ったら苦笑してましたちょっと振ってみるというね、はい、はい、っていうことなんで、はい、まあ、そういうつながりってね大事だと思うから、はい、ね、悩みもあるからね、はい、そうですよ皆さん、ね、人は見かけによらないんですけど、うん、ね、こう言っちゃうとこれだけね綺麗で可愛らしくて、ね、なんか花がある、はい、容姿端麗な若い女の子でも、ね、毎日現在進行形で悩んでるってことだね。悩んではいますね。そうらしいですよ、そうらしいですよ。だから皆さんなんかこう苦しんでたり悩んだりしてたらそれはみんな結構あるんだ
ここが分かるよねっていう、はい、ところになってきますよね、はいはい、なってきますね、はいはい、じゃあまあね、そういうことでちょっとじゃあアナウンサーとか俳優とかそういうのを目指していって、はい、な日々努力してる。でもさっきとかもね、滑舌の練習とかしてたよね。そうなんですよね、はい、ちなみにあの、うん、高橋さんに聞きたいんですけど、うん、何行が苦手ですか。何行、はい、例えばだいぶほとんど苦手、はい、多分作業とか苦手。あ、そう、だ祝福とかあるじゃん。あ、ありますね。祝福って最近知ったんだけど、はい、祝福って読めばいいらしいね。あ、なんかあれですよね、例えば、うん、宿題とか、うん、西新宿の場合、うん、主と従は、うん、死と字で読んでいいっていう法則があるんですよ。あ、ほんと、そう聞こえるみたいね、はい、で私の通っている学校が西新宿5丁目なので、はいはいはい、西新宿って今は言ってます。ああ、西新宿じゃなくて、はい、西新宿みたいな、はい、ああ、言いやすいね、確かに、はい、ありがとうございます、通行の方々はい、いろいろね、写真とか撮ってくださってね、はい、あの実は今、はい、外に母親が今来てくれて、ああ、そうですか。びっくりで。なるほど。なんと彼女のお母さんいらっしゃってますね。はい、はい、外にいらっしゃってるんですね。はい、今写真撮ってくれています。はい、なるほど、なるほど。さあ、じゃあちょっとここでね、番組開始30分、経って、残り20分なんですけど、じゃあ改めてクレハさんのね、はい、経歴とか、はい、はい、で事務所入って具体的に何したいかとかっていうのも、はい、ちょっと聞いていきたいなっていうふうに。はい、思ってるんですけど、はい、まあ、ちょっといわゆる僕もちょうど聞こうと思ったんです。経歴というか、なんかいろいろきっかけ、はい、ね、昔ね、僕知ってる情報ではジュニアアイドル、あ、そうですね、小学4年生からの5年間アイドル活動してました、うん、4年生から5年間、はい、ってことは中学2年生までですね。ってことは10歳ぐらいから、そうですね、10歳から14号、バリ青春思春期時代アイドルに注げてんじゃんそうですね、青春をアイドルに、 AKB さんたちのようなこと言ってるよ本当に、はい、なるほど。でやってて、はい、でそもそもアイドルやりたいとか、まあ、はい、アナウンサーとか女優とか今エンターテインメント芸能を目指したいっていうきっかけは何だったんだろうね、はい、きっかけ、最初は今外で写真撮ってくれていた母親から、うんうん、話を聞いたのがきっかけで、うん、でそこから興味を持ったんですよね、うん、むしろお母さんもう呼ぼうかここに一緒にみたいなね、まあそれでお母さんからね、はい、なんかきっかけがあってと、はい、うんうんうん、でそこから養成所に入って、うん、で演技と歌ダンスを学んでました。自分で何かこう、まあ、もちろん幼い時代だからこうしたいとかっていうことじゃなくて、はい、まあ、まあ親御さんが芸能関係のお話を持ってきてやってみないかっていうことで、はい、まあ、ちょっといい意味でちょっと習い事感覚にって言ったらあれだけど、ライトにっていうか、はい、それもありつつ、うん、もともと表に出るのがすごく好きで、そうね、はい、そうよ、だってもうみんな見てる人聞いてる人分かると思うけど、俺たちここに出てるから表に出るの好きなのよぶっちゃけ言うと、なんかもうめちゃめちゃキラキラ感がありました、最初聞いた時。そうそう、俺も出たがりだから、はい、基本的に。そう、なるほど、それが好きでっていう。それが好きだったんですね。じゃあまあ割とはい、単純というかいい意味でね、はい、そのみんなあるよねっていうことで、はい、その光浴びたいみたいな、ね、はい、うん、感じでそういうきっかけがある、はい、でまあ、はい、芸能を目指すっていうことになって、そうですね、うん、それが小学2年生の時で、うん、2年間ほどレッスン生でレッスンをしてて、うん、小学4年生の時にアイドルの話が来ました、うん、なるほど、はい、じゃあ小2からそういうレッスン何か、はい、やってて、はい、何系アイドル系のレッスン？いや、普通に演技、うん、歌、ダンスですね、うん、主には。あ、演技、歌、ダンスのレッスンを、はい、なんか養成、キッズ養成みたいな、はい、あ、そんな感じです。あって、4年でその話が来て、アイドルを 4,5、はい、年やって、はい、で、そこからは、そこからは、うん、さっき言った芸能高校に入りたかったので、うん、やめました、うん、あ、そうね、はい、ね、そうね、芸能高校ね、はいはい、また学びたかったんで、そうね、なので、それで、そしたらもうコロナ禍ガチ合っちゃったんですよね。そうね、はい、そうなんですよね。鈴木福さんと芦田愛菜さんと同じ年なんで、はい、そうだよね、ちょうどその3年間が、うんうん、
そうね、で、はい、芸能高校ね、そのまあ行っちゃうとね、渡辺高等学院っていう ね、 そうです ね、 ね、芸能スクールがあって、まあ、僕も今現在、うん、あの彼女が現役だった時もあの講師してて、渡辺高等学院っていうエンターテインメント、うん、芸能目指す、まあ、いわゆる知ってる人は知ってるんですけど、堀越高等学院学園みたいな、いわゆる芸能高校、はい、コースがある高校生っていうような部門で、うん、渡辺エンターテインメントの、まあ、大手芸能事務所、渡辺エンターテインメントの傘下にある、はい、高等学院の、はい、まあ、養成機関というか、はい、高校、学校もいわゆる高校の資格も取れるみたいな学校で、ね、そうですね、うん、そこの渡辺高等学院に入るために、まあ、アイドル辞めて、辞めました。でその学生生活中に、はい、こんなものと出会ってケピオと出会ってというか、はい、で僕もね今高等学院でね、はい、教鞭取ってる、お勉強教えてるんですけど、僕はあの演技とかそういうの教えられないんでね、うんうん、っていうところでね、はい、まあ、きっかけですよ ね、 そこはね、はい、でまあじゃあ芸能スクールは高等学院行くってなって、はい、でそこでいろいろまあまあ悩むわけじゃないですか、はい、迷うわけじゃないですか、進路とか、はい、で壁にもぶつかるわけじゃないですか、はい、ね、なんか勝手にクレハさんの代弁してしちゃってるんですけど、もうその通りのままで僕もね、実は 2,3 年ぐらいもうそこでやってるので、うん、なんとなくね、子供たち見てきてるんで、はい、うん、なんかこうそういう状況とか空気わかるんで、はい、勝手にベラベラつらつら言ってるんですけど、はい、よかったです、会ってて、はい、はい、っていうところでね、まあ、3年間過ごしてということで、はいはい、でその後、その後はもともと小学校の時から憧れていたアナウンサーの勉強をしたいと思ったので、うん、はい、なので今の東京アナウンス学院に入りました。なるほど、はい、じゃあアナウンサー目指すっていうところで、東京アナウンス学院に、はい、まあ、渡辺高等学院卒業した後に入ったと、はい、でまあ、今多分第一志望が、はい、いろいろやりたいっていうことはあるだろうけど、アナウンサーだと思うのね、はい、でまあ、事務所とか関わると思うんだけど、はい、その所属事務所に入ってから具体的にどういうことをしていきたい、はい、具体的にはまず新人のうちにもらえる仕事が、うん、やっぱりイベント MC と現地リポートが多いっていうのは聞いたので、うん、で私それが大好きなんですよ、イベント MC と現地リポート、はい、俺もやってみたい仲間ですね俺もやってみたい、ライバルですね本当にもうなんだろう、駆けずり回ってみっともないけど、はい、方々に頭を下げてでもやらせていただきたいくらいの、はい、ね、仕事だよね、はい、なんかすごいまあ、楽しいだけじゃないとは思うんだけど、はい、楽しそうであるし、やりがいもたくさんあるよね、はい、うん、いや本当に私個人で、うん、イベント MC やりたさすぎて、うん、いろんなショッピングモールの方に営業電話をかけたんですよ、はい、ショッピングモールに営業電話営業電話大丈夫、いや私東京アナウンス学院の箱崎くらと申します、で経歴説明して、うん、大丈夫、東京アナウンス学院ブラックリストに入られるんじゃない危ないんじゃない、いやギリ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 大丈夫ね、ギリギリ大丈夫だと思います、よかったよかったよだと思いますです、ただそれで結果は全部断れたんですよ、うん、まあまあまあそうだよね、はい、まあなぜかというと事務所に所属していないハロー、 ハロー外国人もね、はい、事務所に所属して、うん、はい、なんで、うん、フリーだとやっぱりダメっていうのはちょっと言われてしまったので、まあ、そう、まあまあそうねとは限らないけど、やっぱり例えばね、実績って言ったら、はい、過去に事務所に所属して結構いろいろやってますよとか、あとはある程度知名度があるとか影響力があるっていうのが現実的にあってっていうことで、はい、フリーだったらあ誰々さんですねとか、また誰々さんですねってなんなくても、うん、そのあこういう式典とかイベントとかいろいろやられてこられたんですねみたいな、はい、キャリアがあるから通りやすくなるけどね、はい、まあ、これからだもんね、うん、まだね、そうですね、事務所に所属をしたら、うん、また改めて営業電話かけようかなとも思ってます、あーなるほど、はい、うん、それはそれでね、また、あ、事務所の認可もいるだろうけど、うん、だからイベント司会とかそういう式典とか、はい、あとレポーターとかか、はい、フリーアナウンサー的な、ね、はい、そうですね、立ち位置で、いいないいなって、もうただただなんか漏らしちゃってるんだけど本音をね、はい、うん、なるほど、はい、じゃあまあクレハさんがぜひ所属していただいて、それで最低なことを言うと、ついでに俺も所属させていただいて一緒にオーディションで、ついでにこのケピオもコネクションでお願いしたいなって、はい、浅はかに思ってるんですけど、はい、はい、ね、っていう感じでいければいいなって思ってるんですけど、まあ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 それはね、はい、まずクネハさんのね6月に大事なオーディションがあるということで、はい、はい、勝負ですね、勝負です、はい、勝ち取ってきます、
ですね、はいはい、っていうことになると思いますね、まあ、そういうことをやっていきたいっていうことで、うん、はい、っていうのが、まあ、ちょっときっかけ話っていうことでしたね、はい、はい、ね、わかりました、はい、はい、まあ夢をつかみに行くっていうことで、まあ、夢、うん、夢って言ってきましたけど、まあ、はい、理想とか目標っていう言葉にも言い換えられますし、はい、ゴールでもいいですし、はい、うん、なんかまあ何でもいいと思うんですよね、やっぱりこう、はい、それがなきゃいけないわけじゃないんですけど、こう人間のじゃあモチベーションってやっぱりなんか新しい目標があるっていうことだから、それこそ僕みたいにちょっとくだらないけど、はい、ちょっとバク転できるようになりたいとか、はい、で漢検2級取りたいとか何でもいいんですけど、あ、やりたいな、なんか、うん、なんかね、そういう大小問わず何かあって、うん、それに向かって頑張るっていう姿が綺麗事かもしれませんが、はい、まあ、人間の上でのこう美しさというか、うん、はい、うん、なんかこう人間力に僕はつながるのかなって思いますので、まあ、ぜひまあ、お聞きになってる皆さんとかで、あとはまあ、見てくださってる皆様、まあ、通ってくださって、はい、アイコンタクト取ってる皆様も含めて、ね、今日ね外国人多いんですよ、正直すごい多いですね、さっきハローって、ふざけちゃいましたけど、本当に英会話でもここから始めようかって思っても、ハロー、ハロー、グッドアフタヌーン、ハワイユー、ハワイユー、ピカチュウ持ってますね。すいません、番組ちょっと趣旨が変わってきてるんです。はい、ちょっと暴走しがちのケピオなんですけど、ね、ずれましたね。はい、完全に暴走機関車みたいになったんですけど、はい、まあ、ということで、まあ、そういう形で何か目標というか、うん、あって目指していくっていうことを、はい、つかみに行くっていうのが、はい、まあ、一つ大切なのかなっていう、このキャッチ・ザ・ドリームっていうタイトルもそうですし、はい、うん、夢とかそういうのをね、やっぱり、追い続けてというか、それに向かって努力、はい、まあ、叶う叶わないっていうのもあると思うんですけど、現実として、はい、うん、でもやっぱりそこが人生の楽しさっていうのも一方であると思うので、はい、はい、と思うので、どうですかね、そう感じませんか。そう感じますね。オウム返しでオウム返しで言わせた感が、あるんですけどね、はい、まあ、ということで、はい、そういう、こういう世界の皆さんが、うん、そういう形で生き方や価値観は違うと思うんですが、まあ、なんか前向きに明るく幸せを追いかけて希望を持って、はい、生きていけるっていうのがまずいいのかな、それが活力、うん、国力につながるのかなっていうふうに、まあ、ちょっと壮大すぎるというか、はい、うん、話かもしれませんけど感じた次第でございます、はい、はい、じゃあここからはですね、ちょっと残り10分もとうに切ってるんで、はい、はい、ちょっとお話をしたいかな、改めて、はい、宣伝話ですね、はいはい、まず僕の宣伝というよりも呉葉さん宣伝あるみたいで、はい、はい、そしたら、私かなどめ呉葉という名前で SNS をやっています。でまず一つ目が TikTok で、かなどめだけなんですけど、はい、今出ましたね、はい、めっちゃ可愛い&綺麗、いややばい、やばい、なんかこうやって見るとめっちゃ恥ずかしい、やばいわ、めっちゃなんか自分のされてる、やばいわこれ、もう俺のもう30中盤のおじさんの本音出ちゃってるわこれ。いやもうまだまだ始めたてなんですよ、やばい、めっちゃ綺麗&可愛いやんけ、はい、TikTok ね、はい、昨日撮ったばかりの、はい、学校の教室バージョンもあるね、おいいじゃないいいじゃない、はい、もうぜひぜひ皆さん見て、はい、フォローよ、はい、はい、いやもうお願いします、いい、ね、はい、TikTok ね。あ、ここは、はい、なんか SNS 関係は、で他は、うん、もう一つインスタグラムをやってます、うん、はい、はい、こちらです、やばい、かなどめくれはでインスタを載せています。やばいね、もうこれ相互フォロー確定だね、はい、これね、インスタグラム、はい、素晴らしい、はい、素晴らしい、これは行くよ、はい、行くしかないでしょ。はい、で、はい、あとは特にあとは、うん、そうですね、この2つをメインにやってるので、うん、はい、もしよろしければ、はい、フォローなどいいねなどお願いします、はい、じゃあついでですが、ケピオの方もですね、はい、はい、前回ですね、実は5月1日の収録でこの番組で、はい、私服でやったんですけど、今日こそちゃんとこの緑 の、はい、僕の一長羅というかユニフォーム的な、ね、スーツで来ることもできたので、はい、ね、改めて緑スーツのケピオで、ね、はい、お願いしたいかなと、ね、思いますと、はいはい、でまあ、僕も、この、YouTube アーカイブに載るとは思うんですけど、インスタグラムと、X ですね、ちょっと X 正直ね、はい、化石化しちゃってるんですけど、はい、はい、SNS やっていますので、はい、ぜひケピオで、ね、芸名ケピオでやっていますので、ケピオで検索していただけると、インスタグラム、まあ
まあ、X はあの、ね、お任せしますが、はい、ありますので、よろしくお願いできればと、はいはい、思います、はいはいね、また、いろいろ画像検索でも、ね、していただけるとちょっと僕小さい話なんですけど自分のケピオで検索して Yahoo でも Google 画像でもとりあえず俺の写真がまず出させたいっていうのが数年前のちょっとあれでもなんか出てきた気がしますちょいちょい出てます、はい、まあまあツイッターとか SNS やってれば写真上げてれば出るんですけど、はいうん、なんかまあ緑のこのスーツのユニフォーム出てき始めてるので、はいはいまあ、そういう形でちょっと影響力というか、はいまあ、発信して拡散できればいいかなと思っていますはい、はいじゃあちょっとここから、残り5分くらいになってきているんですけどあどうもありがとうございますすいません本当にもうあもうめっちゃピースしてくれたもうイケてるフォーリンピーポーが多いですね、はい、本当にね、はい、海外の外国人本当に外国人の方日本人の方もいっぱいいるんですけど、はいはい、ぜひぜひ見ていただいてと思いますさあ、はいここから最後株式会社ヒューマンボイス人材派遣会社のちょっと PR ですね、はい宣伝改めてさせていただきたいと思いますはいまあヒューマンボイスという株式会社なんですが、うん社長の忍さんという方がいらっしゃいまして、その方の、うんつながり、はい、コネクションで、まあ、社長様とか経営者様と直接会える機会がいわゆる、うん、あるとどういうことかって言ったら、はい、転職とか人材派遣の転職サービスを行っているので、はいもう直接そういうトップの人に紹介していただけていろいろ聞ける、うんはいまあ、だどういう思いでやってるか企業理念が何か、まあ、企業理念は調べれば分かるんですけど、はいあとは創業とかで正直就職活動とかいろいろアルバイトでも何でもいいんだけど、うん、してみると分かるけどトップの人に会って直接話すなんて最終面接ぐらいだしそんなお茶感覚で話すなんてないから、はい、それすごい人脈というか力だと思うのね、うんうん、で大きいことなんでなんか本当になかなかないので、はい、そこはまず PR として大きいことなのかなっていうふうに思います、うんはいうんはい、で情報をいろいろ手に入れられるのもやっぱりでかいかなと思います、うん、はいで、社数なんですけど主に3000社数以上取引があるっていうことでもう数え切れないですよね、はい、いやそうですねっていう形で3000社、はいそういう転職の支援をしてるっていうこと、はい、で、キャリアコンサルタントっていう研修を受けた、うん、修了してキャリアコンサルティングつまりアドバイザーができるっていう資格を持ってるプロのカウンセラーの方もついてやっていくから、はいまあ、安心して信頼できて頼れますよ、はい、そしてやっぱりそういう方々が、うん自分のことを客観視するって難しいじゃないですか。あ、そうですね。っていうことだと思うんで、自己分析にも多分そういう他者を使ってできるっていうことで、まあ、就職活動の一環であるとは思うんですけど、はいまあ、その人を使って、自己分析、気づきを得られるよっていうのが大きいかなっていうふうに思います、はいはい、であともし決まったら、はい、なんと実は僕あさってその忍さんの元で、はい、バーベキュー参加してくるんですけど、うわいいな、はい、内定後、はい、内定後別に内定問わずかもしれないですけどバーベキュー、はい等の祝いがあります。最高です、はい、最高ですね。忍さんのご自宅付近のもう素晴らしい、はい、綺麗で大きな、はい、あさって初めて行くんですけど行くんですけど、はい、バーベキューとかでやって、はい、なんかまあシャンパンなりなんなりもうなんか、ね、ルネッサンスじゃないけど貴族の遊びがうわいいな、はい、できるっていうキラキラも待ってるよっていうような感じです、はいはい、で入社後ももちろんそれだけじゃなくて LINE とか電話とかでアフターフォローがあって、そういう転職支援であるとか、はい、であとはリスタイルって言って、リフォーム事業部もあって、スーパー営業マンと関わったりとか、はい、だから、まあ、転職活動を考えてる人あとは人材とかそういうのを派遣とかいろいろ考えてたり、はい、あと実は婚活サービスもやってる。おー、はい、であとは時折、今ちょっとやってるかどうかっていう不明瞭なんですけどゴルフレッスンもやってたりと、はいはい、しているので結構手広くいろいろ幅広く、はいはい、エンターテインメントもこういうふうにラジオも僕らが、ね、出るみたいにやってますし、はいね実際社会的に一般企業にもつながってるということで、はい、幅広い業界幅広い世界につながってるのがこの株式会社ヒューマンボイスになっていますので、はいはい、ぜひお見知りおきはいはい、であといろいろ困ってる方いらっしゃいましたら、はいお尋ねいただければと思います、はいはい、ということで、ね、結局喋りっぱなし投資だったね。そうですね、50分間もう喋りで終わるような、ね、感じで正直言うと、スタッフの方に俺ちょっと水飲んでもしかしたら途中トイレ行きたくなったら音楽入れてって本音言っちゃうと頼んだけどなんとか大丈夫だったね。大丈夫だったですね。とりあえずね、あっという間ね、もう気づいたらね、はい、気づいたらもう今あと1分ぐらいで終わっちゃう、1分ちょっとってなってるけど、はい、はい
じゃあクレハさん、はい、最後に何か言いたいことありますか？出た、もうオーディションが蘇るオーディション試験官だと思って、まあ、もう監督官ないけどね、はい、多分ね、オーディションだと思って、はい、はい、1分前です。はい、またいつでも呼んでください。あー、本音ね。もう出たいです、はい、出たいです、出たいです、はい、もうガッツでいきます、ね、僕がこういう風に MC やるときは全然あり、はい、ありえると思いますけどね、はい、とりあえずね、はいはい、あとはね、クロス FM のスタッフの方々と丁重にご挨拶をして仲良くしていただいてと、はい、ね、いやもう本当に、はい、いうような何でも、はいはい、感じになるかと、思いますね。はい、はい、っていうことになりますね。はい、はい、番組終了30秒切りましたけど、はい、はい、改めてですけど、ご覧になっていただいた方々、うん、お聞きになってくださった方々、あとまた渋谷のこの街でストリートで、通行している方々、本当にですね、目配せとかアイコンタクトも、はい、今日結構ね、写真撮ってくださる方、すごい多いですね、写真撮ってくださるというか、なんかこう、はい、なんかね、携帯で見てくださるとか、はい、あったので、はい、5秒前になりますね。はい、はい、番組終了いたします。すいません、終わります。はい。